ライアンス・スプレーグ・ディキャンプはアメリカ合衆国のファンタジー作家、SF 作家。ラストネームのデキャンプは日本語ではドキャンプとも表記される。ファーストネームのリオンはほとんどの場合エルトだけ表記され、それ以外ではライアンともリオンとも表記されている。60年の作家活動期間に100冊以上の本を出版しており、中には 他のファンタジー作家の伝記なども含まれる。ニューヨーク市生まれ。母方の祖父チャールズ・スプレーグは南北戦争経験者で会計士、銀行家であり、ボラピュークのハンドブックの英訳をしたことで知られている。カリフォルニア工科大学で航空工学を学び、スティーブンス工科大学で修士号を取得。1939年にキャサリン・クルックと結婚。 1960年代になると夫婦で合作するようになった。1942年にアメリカ海軍予備役となり、第二次世界大戦中はアイザック・アシモフ、ロバート・エイ・ハインラインと共にフィラデルフィア海軍造船所で過ごした。ディキャンプはフレッチャー・プラットが創設したトラップドア、スパイダースというニューヨーク在住の男ばかりの分子の集まりの一員で、これが アイザック・アシモフの作った架空の黒ゴケクモの会の元になった。ディキャンプは弁護士、ジェフリー・アバロンのモデルである。また、1960年代に結成された、アメリカ犬種と魔術師ギルドというヒロイック、ファンタジー作家グループの一員となった。このグループの作家の作品は、リン・カーターのアンソロジーに収録された。1989年、テキサス州プレーノに引っ越し、 そこで妻が亡くなった7ヶ月後の2000年11月6日に死去。この日は妻の誕生日だった。遺骨は妻のものと合わせてアーリントン国立墓地に埋葬された。ディキャンプの約1200冊の蔵書は2005年にオークションにかけられた。中には友人だったアイザック・アシモフやカール・セーマンのサイン入りの本もあった。ディキャンプは遺物論者であり、その観点で 社会、歴史、テクノロジー、神話を描いた。長い作家生活の中で多数の小説やノンフィクションや詩を書いている。また、教育者的観点で書くこともあった。非常に理性的かつ論理的な思想家であり、他者の作品に論理的誤りや不合理を発見するとよく憤慨した。例えば、マーク・トウェインの アーサー王宮廷のコネチカットヤンキーに対して似たようなタイムトラベル小説を書いた。その中でタイムトラベルの手段を合理的にし、主人公の技術的専門知識を信じられるレベルで描き、同時にその時代の技術的限界を描いた。同様な観点でスペースオペラや惑星冒険のをディキャンプ流に再構築したのがビジーンズ・インタープラナテリアスというシリーズで、 ヒロイックファンタジーによくある、戦士時代の失われた文明という設定を、ディキャンプ流に再構築したのが、プサジアンシリーズである。創作上の約束時を暴かない場合は、神話や伝説の背景にある不思議な前提を受け入れつつも、それらを独自の論理体系に当てはめて検証するという姿勢が、顕著である。例えば、フレッチャー・プラットとの共著である、ハロルド・シェイシリーズがある。 ディキャンプの説明好きの傾向はノンフィクションにも現れている。ディキャンプの SF は言語学と歴史学を重点的に扱っている。アスタウンディングサイエンスフィクション市1937年9月号にザアイセリングワルズでデビュー。SF 作家としてはタイムトラベルものと歴史改変ものを得意とした。代表的作品闇を落ちる流れは日本でもよく知られている。 最も発展した作品がビジーンズ・インタープラナテリアスシリーズでブラジルが世界を支配している未来を描いている。あまり知られていないが、ディ・キャンプは人種差別的作品も書いており、それを自身はエスノセントリズムと称していた。彼はまた民族的特性を比較した学者は多数いるが、自身の民族が他より劣っていることを証明した学者はいないと指摘している。雑誌 アンノーンに連載されたフレッチャー・プラットとの合作ハロルド・シェイシリーズは現代人が各種の神話的世界に紛れ込む内容でファンタジーの世界を舞台としてユーモラスに合理的なストーリーを展開するというアンノーン型ファンタジーの典型的作品とされた他にギャバーガンテー・キタンシリーズや妖精の王国もプラットとの合作であるアンソロジーの編集者としても知られ 1963年にピラミッド社から出版された空想英雄譚のアンソロジー、剣と魔法の副題になったヒロイック・ファンタジーという言葉はこれ以降このサブジャンルを表す名称として知られるようになった。またロバート・ E ・ハワードの英雄・コナンシリーズの続編にも関わっている。他に独自の剣と魔法ものも書いている。ディキャンプはまた アケメネス朝の絶頂期からヘレニズム時代の終焉までの時代を歴史小説として書いている。科学知識の進展を共通するテーマとして探検家、職人、技師、発明家、哲学者などを主人公としている。代表作としてはクセルクセス一世の時代を舞台にしたザ・ドラゴン・オブ・ザ・イ・シュタル・ゲートがある。ディ・キャンプは疑似科学の超自然的主張の嘘を暴露したり、 古代文明が当時の技術レベルより進んだ建築をいかにして建設したのかを考察するといった内容のノンフィクションを書いている。彼はまたロバート・ E ・ハワードとハワード・フィリップス・ラブクラフトの伝記も書いている。後者はラブクラフトに関する最初の伝記である。ディ・キャンプはありのままに書くという姿勢であり、それがバランスを書いているとファンに批判されることもあった。 例えば、ブラッドサンダー、ザ・ライフアート・オブ・ロバート・ E ・ハワードの作者マーク・フィンは、ディ・キャンプがハワードに対して意図的に質問をし、フロイト派の理論にマッチする答えを引き出そうとしたと主張している。日本語訳されたもの。フレッチャー・プラットと共同執筆ロバート・ E ・ハワードの英雄、コナンシリーズの続編。その他未役の超短編多数あり。ありがとうございます。